それでは会員限定で課金が可能なインターネット生中継サービスの生中継サービスの概要と準備について説明していきます。はい、サービスの概要ですが、まず無料の方のシステムなんですけども、この紫の外枠の部分が生中継のシステムになります。既存のウェブからお客さんがログインしていくと、生中継のシステム側ではユーザーの管理機能、メールの送信機能、履歴を一覧する機能、または Twitter URL やタグの設定の機能が使えます。ここからさらに見ると、Ustream のビデオ画面と生中継画面ですね、部分と専用に設定した Twitter クライアントが見られるようなシステムになっています。一方、有料の版にはここの部分、生中継を見る部分にカード課金が1回挟まっていて、こちらで PayPal を使って購入をするというふうにクリックをした人たちだけがこの部分を見られるようになります。この部分は有料の場合はウォーターシェドという有料サービスを使いますので、今回はこの部分見ていただくと広告は一切入りませんし、安定した配信が可能になっています。はい、この生中継システムでのユーザー獲得について簡単に説明します。まず何名か登録済みユーザーがいるかと思うんですが、皆さんがお使いの既存のウェブにログイン画面を設置していただくと、こちらからログインをしていただきます。でカード課金で PayPal を使って実際に Ustream の生中継を 見ながら、つぶやくということがありますと、専用のツイッターになっていますので、一番最後にお客様がご希望の URL を貼り込むことができます。でこれに例えば、RT されていたとして、そうするとこの、ツイッターを見た人たちが気づいて、ここをまたクリックしていくと、今度はこちらに、新規のユーザーが獲得されていって、またここからログインしていく、そしてまた、カード課金されてつぶやいてというようなサイクルができるようになっています。一方、生中継システムでの代金の回収なんですが、まずエンドユーザー様からシステムにログインしていただいて、カードの課金を行うと、利用料はPayPalですので、カードの支払いになります。お客様にはまずPayPalでアカウントを取っていただいて、このエンドユーザーがカードで支払ったお金に関しては、お客様のPayPalアカウントに入金がされます。その後、月額費用について請求書払いでティバンインターナショナルに固定費用の部分を支払っていただければと思います。このようにまずエンドユーザーからお客様に入金があって、そこからの支払いといった形になります。